まあ、目立った以上、うん、まあ、格闘家なんじゃないですか、うん、本質は、うん、なんでそこでやっぱり一番実力を示すことが一番だと思って、うん、まあ、すごい、まあ、練習も取り組んで、うん、まあ、この前のウェルター級トーナメントに挑んだわけですけど、うん、まあ、僕的にはマサトさんが僕を優勝予想に上げてくださったように、うん、僕も絶対優勝できると思ってたんですよ、うん、まあ、ノエル選手に決勝戦で、うん、まあ、敗れてしまってっていうので、まあ、でも一番はやっぱり格闘技で一番を目指したいなっていうとこ、うん、部分はすごい持ってやってます、うん、だから俺もね、やっぱこう初めてチャンピオンに24歳でなった時に一気にバーって知名度が上がって、はい、仕事もいっぱい増えたわけよ、はい、テレビの CM に出たり、俺昼ドラとかでしたから、はい、昼のドラマ出たり映画やったりとかバラエティ出たりとかすごい忙しくしたの、はい、やっぱそう忙しくしたらね、そこから5年間チャンピオンになれなかったから、ね、あ、そうなんですね、うん、やっぱね、そこでね、はい、思ったことがね、はい、やっぱこう何かを得るには何かを捨てる法則があるんだなと思って、やっぱ本当にチャンピオン になりたいんだったら、はい、やっぱり一本でやってるやつは強いなっていうことを感じたわけ。まあ、この間の試合で言うと、まあ、ノエリー君は、はい、まあ、彼は格闘技一本で真剣にやってるタイプ、はいはい、ですね。で、アンポ君は、まあ、いろんなことをやりながらこうやってるっていう、はい、まあ、そこでやっぱ一本でやってるノエリ君の強さがあの試合では出たかなっていう感じがしたわけね。レベルが上がれば上がっていくほどにそれを掴むためには捨てなきゃいけないものがいろいろ出てくるっていうことはあるなっていうのを思ってね、はいはい、でもまあ僕のらの時代とはこう、まあ、環境とかメディアの使い方が違うんで、はい、違いにね、それをやめろということはないんだけど、はいはい、うまく付き合い方というか、はい、まあ、うまくね、はい、うん、やっていったらいいんじゃないのかなっていう、ね、まあ、でも最初の入りとしてはね、はい、でもそれでやっぱ知名度はすごい増えたし、でもやっぱりこう本業がでね、はい、やっぱ一番にならなくてはっていうのはあるでしょ、はい、絶対あります、あります、うん、まだ僕は、まあ、やってみて、まあ、正直、まあ、本当に勝てる気持ちで、うん、一切の負ける気持ちはなかったんですよ、うんうん、本当に勝てると思ってましたし、うん、で行って、まあ、最後にまあ、ボディー効かされて、うん、まあ、あばらも折れたんですけど、うん、それで負けたんですけど、まあ、でも 1年、まあ、2年ですね、2年あれば、まあ、絶対にまあ勝てるなっていう、うん、手応えも実際あったんで、うん、何が手応えか、自分の選手に対してですか、やっぱりその圧力自体はやっぱすごい強いんですけど、うん、まあ、自分がその1ラウンドの動き自体はやっぱすごい良かったと思うんですよ、うん、でそれはノエリ選手はその最後を倒すためにそれをあえてもらってたっていうのを言って、うん、のは言ってた、ガードの上、はい、言ってたんですけど、じゃあ僕が3ラウンドの動き続ければそういうわけにはいかなかったわけじゃないですか、うん、で その3ラウンドその動きができなかったのはどうして、まあ、やっぱりなんていうんですかね、そのやっぱ圧、思った以上の圧の強さと、うん、その自分がそのスパーリングであったり、うん、やってきた相手よりかははるかにレベルが上が高かったんで、うん、まあ、そのスパーリング相手と5ラウンドやってたよりもノエリ選手の3ラウンドの方が圧がすごい強かったとか、うんうん、あとはやっぱりスタミナとかも走り込み不足もありますし、そこで言う、今言ったのが俺が言うことよ、一本でやってる方が強いと、そう、はい、だからこうやめろっていうわけじゃないんだけど、はいはい、やってもいいんだけど、俺はね、だからです、現役の頃試合の2ヶ月前からは他の仕事を入れないことでした。ああ、そういうことです、まあ、基本的にずっと練習してるやつが一番強いわけ、はい、だから そこのスタミナとかそういうのってさ、やっぱずっとやって作っていく方が、はい、そうですね、絶対スタミナもつくし、はい、やっぱここぞという時にね、俺2008年に2回目にチャンピオンになった時って、もう3年間かけて自分の生活スタイルとか、こう食事とか、まあ、そのいろんな仕事とか、はい、もういらんのもの全部セーブし変えていって勝つための生活を3年続けたのね。あ、3年か、3年早寝早起きして、でそういうのをやって、今回こそ何があろうと、どんなことが起ころうと勝つって決めてリングに上がったのが2008年のリングだった、はい、2回目チャンピオンになった時、はい、でそのリングで1試合目佐藤義弘ってやって、はいはい、決勝戦アルトゥール・キシェンコとやった時に、はい、両方ダウン取られてるの、はい、両方ダウン取られて、まあ、決勝戦のダウンって、わ、めちゃくちゃすごい衝撃、うん、カウンターの左フックと相手の左フック一瞬向こうの方が早く返って、はいはい、確かにあれは立てやくておかしくない、もう終わってもいいような、はい、これもう意識ないような倒れ方したから、はい、で無意識の中立ってこうやり返したわけ、はい、でこう判定で引き分けまで持ってって延長までいって勝ったっていう、はいはい、そこはねもうやる前から、はい、もう絶対に勝つっていう意識がもうあったわけ、どんなことが起ころうと、はい、何があろうと絶対に勝つって決めてもリングに上がってたし、はい、だからそれまでの過程、はい、練習とか全てにおいて勝つためにやってたっていう、はい、まあ、だそこがあったからチャンピオンにもう一回なれたんだなっていうふうに思っていて、まあ、執念、執念、執念、あれは本当に執念、はい、でやっぱり最終的な
競った勝負とか、はい、そういう時ってやっぱり本当に勝ちたいっていう気持ちが強い方の方が、はい、実力が近ければ近ければ近い方なんじゃないかなと思って、はいはい、まあ、そこの執念でいうとやっぱ前回は野入君の方が強かったんじゃないかなっていう気がね、なるほど、そうですね、うん、はしたかなっていう、はい、ただまあこうね、まあ、今の時代的にやっぱりそういうのをやりながら自分で自己プロデュースをしながらやっていかなきゃいけない時代でもあるし、うんうん、まあ、そこはうまく付き合い方、そういうことのうまくやっていてほしいなと、はい、うん、やめろというわけじゃないんです、はい、ただこう、ね、そこ難しいところだよね。